ファッションといえばですけども須田さんっていうのもですね、独特のファッションの持ち主ございまして、それはおしゃれですよ。私服の写真ご覧になっていただいて参考にしていただけたらと思います。須田さんの私服の写真こちらです。素敵、これが私服、これはもう自分で買った洋服ですよね。そうですね、あのオーストラリアのアボリジニという民族が手縫いで縫ったニットですね。すごいですよね。いわゆる流行りのブランドを買えばいいっていうわけではない、オリジナルの独特のこうセンスでやってますけども、さあそうは言いますけど須田さんね、あの、はい、実を言いますとうちのねこの解説員も私服にはちょっと注目してるんです。伊藤先生もね、はい、皆さん実はこっそり、これもいいですね。いやいつ撮られたんですかね。いや何ですかその芝居流行の最先端でした。はい、こちらです。嘘でしょそんなわけないじゃないですか。どういうテーマなんでしょう。これやっぱりポイントはですね、アポペン、パイナポペン、ペン、パイナポ、アポペン。なんか危なかったっすよ。危ないですよ、なんかぐっちゃぐちゃになってますって。おそらく練習したんでしょうけど。これどうですか、須田さん。ペン、パイナポ、アポペン。いや、違うんです、ね、違うんです。そうですね。決まったじゃないですよ。お気に召しましたか、ちょっと聞いてください。Are you like that? いや、全然お気に召してないですよ。とても良いと言ってないですよ。嬉しいですね。もう一回見せますのでちょっとご覧くださいと言ってください。じゃあ斉藤さんもう一回。すいません斉藤先生。大丈夫ですか。アポペン、パイナポペン、うん、ペン、パイナポ、アポペン。なんか違うんですよ、なんか。なんか別物になってます。